エアリークテストで常に問題となるのが、リークテスト中の温度変化による誤判定、検査異常です。加圧エアの断熱圧縮による温度変化、ワークとシール軸の温度差、ワークと大気の温度差、外部からの熱影響、供給エアの温度、主にこの5つがリークテストに影響を与える温度変化の要因として挙げられます。この図はワークと大気の温度差があるときの温度変化を表したものです。青い線がワークの温度変化、赤い線がワーク内のエアの温度変化です。青い線が水平に近くないと正確な漏れ検査ができません。ワークの温度と大気の温度との差が発生するのは、ワークをきれいにするためにエアブローしたり、ワークを洗浄機などを使って洗浄したときに発生します。このような作業の直後にリークテストをしますと、正確な検査が難しくなります。この温度差を補正して正確なリークテストができる機能を搭載したリークテスターもありますが、その機能の説明は省きます。